差し込みます。すると、はい、これを回すとロックブレイク、はい、ということでこれでスカルデーモンになります。これでジークパラディンになります。こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。キーボッツシールドコアモンスターより、1ブレイズレオ、2バッドデーモン、3スカルファントム、4ゴールドイカロスです。それでは見ていきましょう。ということで来ました、このキーボッツのなんかさらにギミックが新たに足されたシリーズですね。はい、見ていくんですけれども、この 1,2,3,4 の他にもう一個トイザラス限定のジークパラディンセットっていうのがありました。それ何なのかっていうと、このゴールドイカロスともう一個あのオリジナルカラーのジーク、こちらです。これがセットになったトイザラス限定のセット箱がありました。で、あと全属性の武器がね、ちょっと色が金、持ち手が金になってるやつがセットで入ってる箱があったんですけど、それはねめちゃくちゃ入手難易度が高いです。なので僕は持ってません。はい、なんですけど、そのこのジークだけは持ってるので、はい、このジークとこのゴールドイカロスでそれもね再現していきたいと思います。ということで、まあ見ていきましょう。はい、こんな感じになっております。で、裏を見るとダブルロックブレイクシステム搭載ということで、これもねどんなシステムなのかっていうのを見ていきましょう。あ、これ過去のやつですね。はい、これはもうすべてレビューしているので、よかったら見てみてください。はい、ということで早速取り出していきましょう。中身を取り出すとこのような感じになっております。ということで、まずはこちらブレイズレオからね、見ていきましょう。このコアの後ろのこの4つのネジ穴にこのクリアパーツをこうくっつけます。で、あとはいつも通りこの腕とか足をねくっつけていくと、はい、パチパチと組み合わせて、この横の穴、これが今までのこのコアと違うところですね。はい、ここの穴、横に穴ありません。しかしシールドコアモンスターは横に穴があって、そこにこの翼をはめ込むと。はい、これでブレイズレオシールドモードになります。はい、このでっかいクリアパーツの炎がこうまとっているのがめちゃくちゃかっこいいですよね。はい、こんな感じになってます。で、あ、ちなみにブレイズレオね、この尻尾が外れやすいので、あの中古で買うときはね、ここ結構ない場合がねあるので気をつけてください。で、武器なんですけれども、はい、こんな感じになってます。はい、この炎属性です。で、こっちはこっちダイキャスト、こっちがスペアのプラスチックになってます。あ、で、あと一応この接続できるパーツも入ってます。はい、今までと違ってちょっと高さがあるっていうね、はい、面白いやつです。はい、で、前の動画でやったんですけど、その前は敵がこの炎属性だったんですよね。なのでこのブレイズレオが出たことによって、あ、味方にも炎属性がいるんだなっていうのが分かりましたね。じゃあちょっとやっていきましょう。これを差し込みます。すると、はい、なんと羽が開くという、これでブレイズレオアクティブモードになります。攻撃力と素早さが上がるというね、はい、こんな感じになって、でさらにこれを回すとロックブレイク、はい、ということで、今のこの差し込むのと回すっていうこの2つ、これでダブルロックブレイクシステムになるわけですな。これ、いや、めちゃくちゃ面白いですよね。いや、これなんかね、当時僕買ってなかったんだよね、ほんと。なんかこのブレイズレオ見た時に、おいおい、こんなんキーボッツじゃないってって思って買ってなかったんですけど、ちょっともったいないことしましたね。で、やっぱこのなんかまとわれていて、そこにこう鍵を差し込むっていうこのギミックを見るに、やっぱりキーボッツってもともとどっから着想を得たかって、
多分ですけど、オーレンジャーのあのガンマ人ってやつがいたんですけど、あれも最初なんかマントでまとっていて体を、で鍵回したらマントが開くみたいなギミックがあったんで、あそこからやっぱ着想を得てそうだなって気はしますよね、この特にシールドコアモンスターは。はい、こうやって開くっていうね、面白い。まあ、というのがブレイズレオでしたと。はい、それでは次こちら行きましょう。バットデーモン、もうコウモリの悪魔、わかりやすいですね。はい、でこれもはいこんな感じになってまして、こう差し込む、で足、腕、で頭、でまたこうやって閉じる。はい、これでバットデーモンシールドモードになります。かわいいよね、かわいいし、見てごろ、この脂肪加工脂肪加工&このゴールドの塗装めちゃくちゃ綺麗っていう。はい、でなんかちょっとハロウィンチックなこの模様がついてて、なんか敵なんですけど可愛いっていうね。はい、いいですねこのデザイン。でこれも接続パーツですね、ついてます。でバットデーモンは、はい、闇ですね。はい、こんな感じになってます。じゃあこれもいきましょう。まずは1回目、ロックブレイク。はい、で羽が開いて、ここの肩のパーツを上に上げれば、これでバットデーモンアクティブモードになります。はい、こんな感じ。このさ、羽閉じてるときは黒金だけど、開いたら黒と紫になるっていう、この色の変化も面白いですよね。はい、素晴らしい。そしてさらにここぐるってやればロックブレイクまたできます。はい、っていうね、バッドデーモンでした。はい、じゃあ次行きましょう、こちら。はい、これがスカルファントムですね。はい、これも敵です。敵なんですけれども、はい、こちら地属性、地面ですねの属性になってます。はい、あ、地面の敵もいるんだってなりますよね。はい、じゃあこれもやっていきましょう。 あとこれ合体するので、このバッドデーモンとスカルファントムはちょっとそれも楽しみにしていてください。はい、でこうやって組み合わせていって、いやほんとこのパチパチがね気持ちいいんですよね、キーボッツって。はい、あ、これね、 OK、 よし、はい、ちゃんとグッとやらないとはまんないですよ。でこれを閉じてあげれば、これでスカルファントムシールドモードになります。おもろいよね、このちょっと隙間があるっていう、しかもちょっと骨を意識してるっていうね、スカルの名の通り。はい、面白い。でここちょっと脂肪加工になってたり、あとここ地属性の茶色い塗装がされてますね。はい、なんか骨と地面合わせるって面白いですよね。なんか土層、なんか骨埋めますよね、土の中に。なんかそれを意識してんのかな。はい、っていう。じゃあちょっとこれで開けていきましょう。ロックブレイク。はい、こんな感じで、この中から水色が出てくるって、これも綺麗ですね。はい、まあ、というスカルファントムでした。はい、そして、最後ですね。はい、こちら行きましょう。これがゴールドイカロスとなっております。これもまずは、はい、ここ組み合わせてあげて、はい、端で、これ尻尾ですね。ゴールドイカロス結構パーツ数多いです。でこの尻尾ね、めっちゃ取れやすいんで、こうやって取りやすいです。はい、あ、でこの尻尾のこういうさ、このパーツとか、あとこの後ろ背中にこの取っ手パーツつけるんですけど、これとか、あとここのパーツ、このトサカみたいなこれとか、結構外せるパーツが多いので、欠品が多いです、ゴールドイカロスに関しては。なので本当、完品を求めたい方はしっかりとね確認するようにしてください。でこれもつけてあげて、で閉じれば、これでゴールドイカロスシールドモードになります。
めちゃくちゃかっこいいよね。このなんか黄緑のクリアパーツにこのシルバーのもうほんと鎧みたいな見た目、めちゃくちゃかっこいいです。はい、でこれも、はい、こちら光属性ですね。これを入れてあげれば、はい、これでゴールドイカロスアクティブモードになります。いいね、この鳥の顔。はい、まあ、ということでちょっと一旦全部このシールドにしてみようかな。はい、一旦ちょっと全部閉じてあげて、で、はい、真ん中にやって、でバッドデーモン閉じてあげて、でブレイズレオも閉じます。はい、このシールド状態で並べるとこんな感じになってます。なんかどれもね、全然違いますよね、シールドモードが。これがね面白いですよね。ただシールドコアモンスターこの4体しか出てないっていうね。うん、だから結構ね、うん、その単発アイテムというか今後は出なかったんですよね、意外にも。はい、まあ、という感じで、でこのスカルファントムとバッドデーモンは2つ合体します。ブレイズレオは何もありません。ゴールドイカロスは G クラットと合体します。ブレイズレオがかわいそうなんだよね、こうなってくると。はい、だから、まあ、炎属性なんで前にレビューしたね、あの炎属性の敵と合体させてもいいとは思いますけれどもね。はい、ちょっとかわいそうです。じゃあちょっとまずはこちらのね、バッドデーモンとスカルファントムの合体やっていきましょうか。はい、それではいきます。まずはロックブレイクからいきます。はい、ロックブレイク。はい、この2段階がさらに気持ちよくなっているね。はい、それでは次こちらスカルファントムいきます。はい、ロックブレイク。はい、気持ちよい。はい、でこうなりましたと。そしたら、これですね。はい、このパーツを使います。この接続パーツ、はい、これをここに取り付けてあげて、はい、これをくっつけると、はい、こんな感じで。これね、この短いやつだと羽と羽がぶつかっちゃってくっつかないんですよ。なのでここがちょっと長くなってるっていう感じです。はい、そして、このパーツですね、これをこのようにちょっと曲げてあげて、はい、でこのスカルファントムの腕だった部分ですね、これをこう畳みます。はい、畳んでこの下にくっつけてあげると、こんな感じで。そうすると足になります。はい、こっちもこういう変形面白いですよね、細かい変形。はい、こんな感じで腕だったものが足になると。でさらにこれいきますよ、スカルファントムの顔外れます。はい、でこれが尻尾になると。はい、でこうやってくっつける。はい、こっちもくっつけます。はい、で次これ腕ですね。はい、バッドデーモンの腕、この肩パーツをここ外します。外してこの腕につけます、こんな感じ で本来であればもうなんかもっと角度つけてこうやってつけてるんですけど、なんかね、説明書だと個人的には角度つけない方が腕っぽいなと思って、こうやってねつながるんで、まっすぐに。なので個人的にはこうまっすぐやってます。はい、でこうやって腕つけてあげて、で最後こちらバッドデーモンの顔ありますね、ここにスカルファントムのこの頭だった部分、これがなんとくっついて、はい、新たな頭部になる。素晴らしいね。でこれをくっつけてあげれば、これでスカルデーモンになります。おもろい、おもろいよ。はい、
いや見て、この羽が2つ合体してるっていうのが素晴らしいですよね。いいね。しかもちゃんとこの頭もね、こう変わってるし、いやこれめちゃくちゃ好きですね。はい、まあ、ということで、じゃあ次こちらゴールドイカロスと G クラッドね、はい、合体させていきましょう。でこれね、皆さん気づいたかもしれないんですけど、実はこのはいシールドコアモンスターシリーズってちっちゃいんですよね。普通の今まで出てたコアモンスターより背がほら背が低いんですよね。うん、まあっていう違いがあります。ちょっとほらこんな感じでちょっとちっちゃいんですよ。ちっちゃくて可愛いんですよね。はい、で開いてあげますけど、ほら並べるとねだいぶちっちゃいんですよ。はい、まあまあっていうね、はい、感じです。じゃあちょっとこれもやっていきましょう。一旦これ尻尾外してで、ロックブレイクしましょう。ロックブレイク、はい、でこれ外します。でこれも外します。じゃあこっちも行きましょう。これちょっと鍵違うんですけど、ロックブレイク、はい、でこうなりましたと。そしたらこうだっけな、はい、こうやって上げて、あ、じゃあこれいいのか、はい、羽をつけて、で腕を取り付ける、で頭を取り付けます。はい、いやもうこの段階でももうすでにかっこいいですけど、はい、でそしたらこのゴールドイカロスの足を外します。こうやって合体するために結構外れるパーツがね多いんですよね。でこの足の下にもう下駄としてこうもうすごい形してますよね。はい、くっつけてあげると、はい、こうやってねくっつけます。でそしたらこっちですね、はい、これにこれをくっつけます。ゴールドイカロスのパーツをくっつけてあげて、でこうやってねくっつけて、で頭を反対向きにしてくっつけて、これを伸ばす、はい、で後ろに持ち手をつけてあげますと、はい、でこれを持たせるんだよね。いや面白い、ほらめちゃくちゃかっこいい。で、あ、本来だと G クラッドの後ろのパーツをここにつけるんですけど、僕も持ってないのでちょっとつけないんですけど、はい、でこれはそのまま尻尾としてつけます。はい、そして最後このメットパーツですね、はい、これをかぶせてあげれば、はい、これでジークパラディンになります。素晴らしいね、これは。いや、めちゃくちゃかっこいい。やっぱこういう合体、熱いよね。うん。いや、で、しかもこの、トイザラスのカラーってやっぱ青と黄色じゃないですか。この青と黄色の G クラッドと、この黄色と、この黄色メインで、差し色で青のこのゴールドイカロス、めちゃくちゃ合うっていう色が。これ素晴らしいよね。やっぱ、トイザラスコラボも見越してのこのゴールドイカロスの色だったのかもしれませんね。はい、素晴らしい。やっぱちょっとこう見てるとね、このブレイズレオがねちょっとかわいそうになってくるんですけど、はい、まあまあまあ、はい、という感じで、いや面白いシリーズですよ本当に。キーボッツは、はい、もう本当キーボッツの中でもさ、このシールドコアモンスターってあんま知名度ないかもしれないなと思って、うん、なんですけれどもこんなにおもろいよっていうことが伝わればいいなと思いましたので、はい、ということで、皆さんいかがだったでしょうか。今回のキーボッツの動画は、次のキーボッツの動画からなんとキーボッツ2年目の商品がね入ってきますのでそれも楽しみにしてください。今までのがこれで1年目終わりです、キーボッツの動画。はい、ということで、次回からは2年目になりますので、キーボッツ全部で3年あるんでね、はい、
皆さん楽しみにしていてください。ということで今回の動画以上になります。いいなと思った方ぜひチャンネル登録、高評価、 X、 TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。